はい <coughs> <coughs>。はい。えー、っとね。あまあ、あだいあの、まあ、あ2019年も終わりますね。もうそろそろね。あと何時間かでね。何時間かじゃないか。うん。まあ、あまあいいや。えー、っと、で、まあ、動画の題名になるとおり、ちょっと、がんダもんなんについてちょっと言いたいこと言いますけど、ま、あ別にこれがね、あの、なんか、これは、あの、ただただ,だに、あの、私のあの、感想というか、まあ、あ個人的な見解しかないですから。 ね、これを世論だとかなんか一般的な見解だとかまあそう,そうやって受け止める人はま,あまずいないだろうと思います一応言っておきますはいでまあねあのまあ,あのど動画上げてるからまあ分かってる人分かってるとは思うんだけど昨日ょ日とねあのまあちょっと久しぶりにガンダムラインをプレイしたんですよでねあの何日か前から広告であのまあ見知ってはいたんだけどなんかなあのね ついになんか、元のオンラインもシードとか、ダブルオーにこう、触手を伸ばしていくようになって、でもなんか、あらゆる意味で、あの、混沌とか、まあカ、カオスを極めてるんですよね。うん、まあ、私ね、元のオン歴、まあ、3年ぐらいなんですけどね、3年ぐらいで、えっとね、まあ、ちょうど3年ぐらいのかな、うん、そうだね、ちょうど3年ぐらいなんだけど、その頃はね、まだね、あの、 出てる作品ってそで、出てる作品っていうか、なんかちょっと言い方が変だけど、あのまあ、出てる作品は、ダブルゼータまでだったんですよ。うん。で、逆襲の、逆襲のシャアすらなかったんですよね、その頃は。今でありますけど、ほんにこの1年ぐらいですよね、本当になんかこう、どんどんなんか、こう、あの、作品がこう追加されていって、 あのもうあらゆる意味でこう混沌カオスの,あの傾向を強めていくようになったのは逆襲のシャンもこんまあ多分ひょっとしたら1年経ってないんじゃないですかねちょっと記憶曖昧だからよくわかんないけどうんというわけでねなんかちょっとどんどん私の求めてるガンダムオンラインとはどんどんちょっとかけ離れていってるような気がしている今日この頃なんですよね。 まあねそんなこんなこと言ってるけど自分そんなガんガチ勢とかそんなんじゃ全然ないしまあそんなねまあ表よそんなガチでやってる暇なんてそんな全くないですからうんこれからもガチでやるつもりはないしねまああのそんな自分がねあのこういうこと言うのはちょっとあるかもしれないですけどあのまあねちょっとなんかどんどんこう おかしくななってるなといいるとう感じです、ねはい、まあね同じこと思ってる人はね少なからずいると思うよ。うんで。さっき一般的な見解じゃないとかそういうことだけど、まあ同志は少なからずいると、まあ思います。まあ同志がい,るいたからってなん、だから何なんだって話なんだけど。ね,ねガンダムといえばね、そういえば今年40周年で来年41年だけど、 何だっけななんか、うん、5月になんか歩くんですよね、実物体のガンダムが。予感はかどっかで。で、しかもなんか、ね、7月のオリンピックの開会式には、ガンプラがなんか、宇宙に上がって、それでなんか中、中継映像が流れるとかなんとかって話ですけどね。ね、それは楽しみですけど、ガン音はどんどんこう、なんか、ねつつつ、つまらなくなってますよね。というのが、あの、今回の内容です。はい。